品川の伝統と文化遺産を伝える品川宿場祭り。その初日を飾るのが花魁道中。花魁に扮した女性たちが旧東海道をあでやかに彩る。花魁とは吉原遊郭で位の高い遊女のこと。花魁が馴染み客を迎えに行く時には美しく着飾り、遊郭を練り歩いた。この行き帰りの様を旅に見立てて花魁道中と呼んだ。このイベントを運営するのは地域の人たちである。なかなか続けていくのは大変ではあるんですけれども、皆さんの笑顔を見ていると、あ、続けていかなきゃいけないのかなっていうふうに思うことでございますね。かつての花街花町だった品川宿の面影をイベントとして再現した花魁道中を追う。江戸の頃、東海道第一の宿場として栄えた品川。こちらにはかつて飯売り旗小屋の相模屋があった。飯売り旗小屋は飯売り女と称した遊女のいる宿。相模屋は外壁が土蔵のような壁であったことから土蔵相模と呼ばれた。現在の北品川周辺は江戸の頃、俗に北の吉原に対して南の品川と言われ、花街花町としてにぎわいを見せた。こちらは土蔵相模から北に100メートルほどの場所。ここにはかつて島崎楼があったと言われている。時代が明治になると飯売り旗小屋は貸し座敷へと営業形態を改めた。品川宿の花街は一部を残し、昭和7年現在の東品川1丁目に集団で移転。この地域が新たに花街となる。しかしこの地にあった花街は昭和40年代の終わり頃に終焉を迎えた。花街としてにぎわった当時の品川宿がイベントとしてよみがえる。花魁道中は旧東海道を京急北品川駅付近から品川橋までの区間およそ850メートルが舞台となる。明治23年より呉服店を営む尾張屋。こちらの店は花魁道中を運営する中心的な役割を担っている。イベントの実行委員でもある大橋さんに伺った。商店街の活性化を目的として始めました。祖父の時代に大名行列というのをやったことがあるという話を聞きまして、それを何回かやった後に品川の花街の雰囲気を出そうということで大名行列から花魁道中になった。昭和30年代の半ば頃に始まった花魁道中。平成21年まで品川神社の例大祭の日に開催されていた。花魁道中と神社のおみこしのお仕事の関係で人手がどうしても足んなくなってしまうということで中止をしましたところですね、どうしてやらないんだっていうふうにあっちこっちにお電話がかかってしまったそうで、それで宿場祭りの方に移ることになりました。花魁道中は平成24年から品川宿場祭りの前夜祭として開催されることとなった。これは昭和30年代の半ば頃から花魁道中で使われている衣装。1回目から参加しイベントの基礎を作り上げた千草太夫も身につけた貴重な着物である。千草太夫から直接指導を受けた渡部さんにお聞きした。私が指導を受けた時はもう80を過ぎてたと思うんですけれども、踊りの方大変上手で生き生きとしてやってられたので、一つ一つの教えをしっかり承ってなるべく自分の身にしようと頑張ってきました、はい、千草太夫の勇退に合わせ花魁役は一般公募となった。北品川1丁目の町会会館北一会館。この日集まったのは運営スタッフの方たち、キャストの選考会である。応募者33人の中から花魁役を選ぶ。花魁になれるのはこのうちの5名ですので、写真とプロフィールで判断していただければと思いますのでよろしくお願いいたします。スタッフが厳選した結果、花魁役の5人が決定した。イベントの2週間前、尾張屋に姿を見せたのは花魁役の方たちである。娘さんと訪ねてきたのは堀口さん。旧東海道沿いに住んでいるので、花魁道中を娘と一緒にしたいなと思って参加しました。はるかもこうやってるよ、おうちでカツラカムロ出演者の方たちは店の奥にある部屋で花魁の歩き方、外八文字の稽古を始める。指導するのは花魁役を10年以上にわたり務めた渡部さん。内側の角のところを下につけるようにして持ってきて、自分の目の前に来たらキュッと返して前にスーッと出します。前で店の外に出て下駄を履く花魁役の皆さん。すぐ上げない、上げずにその腰をまっすぐ前に出す。そうそう。外八文字の稽古が続けられる。繰り返し歩かないと下駄と足がなじまないようだ。今回初めて外国人の花魁役が参加。シンガポール出身のレイチェルさんだ。同僚は品川に住んでいるので、花魁道中というイベントも同僚から教えてくれました。花魁の特別の歩き方はすごい難しそうですね。花魁道中まであと2週間。それぞれ理想の花魁を演じるため、稽古に励む日々を送る。花魁道中の本番当日。期待値会館に出演者の方たちが集まってきた。プロのメイクスタッフに化粧をしてもらう彼女たち。目尻や唇が赤く塗られ、花魁の表情に変わる。着物に袖を通すとかつらが乗せられる。あでやかな花魁の誕生である。意外に着付けが結構締められてちょっと大変だな。カツラが重いですね。首がどうにかなっちゃいそうな感じがするんですけど。下駄に足をくぐらせた彼女たち。人力車に乗って地域を巡るイベントの告知である。福田さんは普段働いている店で告知を行った。夕方、花魁役の方たちは人力車に乗ってイベントの出発地に移動する。いよいよ花魁道中の幕が上がる。江戸時代の華やかさが今によみがえる花魁道中。美しく着飾った花魁がカムロなどを従え旧東海道を練り歩く。カムロとは遊女見習いの少女のこと。花魁役を務める堀口さんの娘さんもカムロ役である。あでやかな着物に高げた旧東海道を彩る花魁役の方たち。この日に向けて稽古をした歩き方、外八文字を堂々と披露することができた。人の数がものすごく多くて、ちょっと圧倒されてしまいました。このお祭りがすごいたくさんの人に支えて成り立ってるんだなっていうのがとっても実感しました。娘と一緒に人力車を乗ったんですけれども、それがすごくいい記念になりましたね。はい。イベントの警備を指揮した大橋さん。外国の方がね来ていただいたりっていうことで、国際色が豊かな花魁道中がちょっとできたことが嬉しかったな。今までも50年ぐらい続いてきてるんでね、今後とも続けていきたいと思ってます。地域の文化を次世代へつなぐイベント、花魁道中。華やかなお祭りの裏には、運営スタッフやキャストの地道な努力がある。出演者はやがて運営スタッフに加わり、花魁道中は未来の品川でも華麗に幕を開けることだろう。